共立映画株式会社は、かつて存在した、日本の映画制作、配給会社である。1953年に、池田和夫が株式会社池田プロダクションとして、設立した。1955年には、共立映画株式会社と改称した。制作会社として、純潔映画研究会の故障も持つ。1970年前後には、活動を停止している。後に、 ピンク映画第一号と呼ばれる肉体の市場を制作したことで知られる池田プロダクション時代のオープニングタイトル。1953年に池田和夫が株式会社池田プロダクションとして設立した。池田は1920年代後半に早稲田大学を中途退学し、東亜キネマの雑誌、東亜映画編集部を経て、松竹蒲田撮影所出身の重修部が設立した。 東京発生映画製作所に入社。1938年には、所長秘書兼宣伝部長を務めた人物であり、1941年12月の同社の東方映画への九州合併後は、東方映画とのプロデューサー契約を経て小畜、大船撮影所に移籍、企画係長を務めた。第二次世界大戦後の池田は、 1950年5月に、死の活動が設立した、新映画に所属し、湯の町上話や、危ない年頃等を制作した。同年3月15日に発行された、キネマ旬報3月下旬号には、座談会独立プロはこう考えるが掲載されたが、池田は、北西映画の稲村貴一、新生映画の佐賀義平、スタジオエイトプロダクションの平尾薫二、 アカデミープロダクションの浅田健造、現代プロダクションの山村壮、松崎プロダクションの松崎刑事、映画視野の田中淳一郎と共に、これに出席した。同年、池田プロダクション第一回作品として、新映画でも監督作品のある小田元吉を監督に起用し、本郷秀夫、広瀬義子を主演に、若夫婦は浅根坊を制作。 1954年1月9日に公開された。同作の配給は前年に池田が手掛けた危ない年頃を配給した東方で同時上映は滝村和夫が滝村プロダクションで制作した第二の接吻であった。続いて第二回作品として若き血は燃えてを制作、同作の監督には日活玉川撮影所出身の木本健太を監督に 抜擢、新人監督の第一回作品として、同年6月8日に公開された。配給は引き続き東宝であり、同時上映は、元木総二郎が制作した、二郎朝三国史第八部街道一の暴れん坊、であった。木本を引き続き起用して、初恋ワルツを制作、東宝が配給して1955年1月15日に、浮雲と、 同時上映で公開された。同作以降、協立映画株式会社と解消した。この時期は、60分前後の、いわゆる、添え物映画を制作する会社であった。東方に作品を提供していた時期から1958年までの3年間の、活動については、不明である。同年には、新東方初代社長であったスケセ・三郎ブロが、退任後に設立した、日米映画が、 初期の日本テレビ放送も、末期の新東宝特組、中編の劇映画を制作、テレビ放映後に劇場上映するというシリーズを開始した際、木本健太を監督に、強奪された、拳銃、ベテランの野村博正を監督に、恐怖の罠をそれぞれ日米映画に協力して制作、それぞれ同年8月17日、翌1959年4月17日に、公開された。 1960年になると、同社は、純潔映画研究会を看板に掲げ、木本健太を監督に、長編映画、生徒、人間、短編記録映画、ヌード肉体祭りを、制作、新東宝が配給してそれぞれ同年4月16日、同年9月17日に公開された。同年末、新東宝の社長であった大倉光が退陣したが、 翌1961年1月3日には、純血映画研究会制作による、俗、生と人間が公開された。同作は、医学的な解説を行う記録映画的要素と、劇映画的要素が同居する作品で、前者の部分を、木本健太が、後者の部分を、富士映画の若手監督、小林悟が演出した、共同監督作であり、最末期の浸透法が、 成人映画として配給した。同作については、池田が制作、木本、小林が監督にクレジットされた、純血映画研究会の作品であったが、富士映画の制作とする資料も存在する。同時代資料である、映画年間1962には、デコボコ人道中と同作をもって、富士映画が映画制作を中止し、同社の歌詞スタジオ業とテレビ映画の、 下請け受注制作に専念するとの記事がある。新東宝は同年8月31日に事実上倒産した肉体の市場を紹介する週刊誌の記事。1962年1月、元新東宝社長の大倉光が外画の輸入配給と邦画の制作配給を目的として大倉映画を設立、設立第一号作品として、 日本における2作目の70ミリ映画となった超大作太平洋戦争と木ゆり舞台を制作、配給、同年4月7日に東京劇場渋谷パンテオン新宿ミラノ座の3観をブッキングして公開した。この大作に先行する同年2月27日、同社は成人映画肉体の史上を放画系。 大画系の海番船にブッキングして配給公開したが、同作の制作会社としてクレジットされているのが、協立映画であり、制作者として池田の名がクレジットされている。大倉映画は同年上期に、太平洋戦争と木ゆり舞台、肉体の市場不完全結婚、沖縄怪談逆釣り、幽霊な死な怪談しひつぎ破りの4作を、フリーブッキングで配給したが、そのうち、 不完全結婚は、同作の制作会社としてクレジットされているのが、純潔映画研究会であり、制作者として、池田の名がクレジットされている。大倉映画は同年、上期この4本のほか、1958年のアルゼンチン、映画、除体あり地獄等5作の洋画を、輸入配給した。その後再び同社の名が登場するのは、1966年4月26日に、 大倉映画が配給、公開した、成人映画、女子学生が見たであり、同年6月に日本シネマフィルムが配給、公開した、成人映画、悪徳遺産婦人科日記であった。さらに3年後、1969年3月に、新東方向業が配給、公開した、成人映画、千と、肌公雪3億円強奪事件を最後に、1970年前後には、 同社の制作、配給、並びに、同社代表、池田和夫の活動の記録が見られなくなった。1971年3月12日、創業社長の池田和夫が64歳で死去した。池田プロダクションには、他にも池田理代子のマネジメント事務所や池田達郎の制作会社等がある。すべて、制作あるいは、制作協力である。東京国立近代美術館。 フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。ありがとうございます。